談相談しやすい。そんなパートナーへ一緒に確かなこと SMBC 日興証券ニフティーおめでとう。川崎フロンターレ20周年。共に戦った熱き1997年、そして今年また熱く応援します。ニフティーはおかげさまで30周年。ここもね、ここもね、2種類の気流のバクリア X が 3D のセンサーで省エネを目指したのは人です。スタンドの皆さん、一緒にご注目ください。ただいまより、川崎フロンターレ20周年記念 OB ドリームマッチ、チーム奈良に合わせて京都対チームソルトの試合を行います。それでは、審判の中に選手の入場です。タマショー、タマショー、見えない見えない、タマショー、いいですか、はい、お願いします。こっちですよ、目線こっちですよ、ここですよ、目線ここですよ、お願いします。 OK、 はい、 OK です。チームごと行きます、チームごと行きます。来ない来ない、チームなし、なし、はい、なし、
Thank you.
ないない。
ヤスがうざい。そしてセカンドステージでは朝のプランの新幹線ハウス見学ツアーという超豪華な特典がついてまいります。そして本日行われる OB ドリームマッチのお野菜は購入会の会員限定イベントとなっております。まだ入会していない方でも今すぐ入会すると高野祭に参加できるんです。ご入会はメインスタンド前広場講演会テントです。本日は場内チケット売り場横に入会受付ブースも設置しております。講演会開始のギリギリまで入会受け付けています。ぜひこの機会に入会して講演会に参加しましょう。以上、川崎フロンターレ講演会からのお知らせでした。続いて参りチケットのご案内です。ただいまチケットブースでは5月25日開催ナビスコカップグループステージ第6節ベガルタ仙台戦の参りチケットを販売中です。そして現在講演会会員を対象にメインスタンド前チケットメインスタンド前での参りチケットの購入枚数制限を解除しています。通常前売りチケットは購入枚数を制限させていただいていますが、より多くの方にメインスタンドを楽しんでいただきたいと思い、今回制限を解除しました。チケットはセブンイレブンマルチコピー機または川崎フロンターレ公式チケット販売サイトチケフロで販売中です。ぜひこの機会にご家族お知り合いを誘って一体感あるスタジアムを一緒に作っていきましょう。また5月21日開催 J1 リーグ第13節アルビレックス新潟戦のアウェイチケットも販売中です。ぜひこちらもお買い求めください。続いてアウェイツアーのお知らせです。今年も JTB アウェイツアーではバス車内でフロンターレグッズが当たる抽選会や選手からのメッセージなどアウェイツアーならではのサービスを充実させて皆様をお待ちしています。ただいま5月21日開催 J1 リーグ第13節アルビレックス新潟戦の申し込みを受付中です。今回は楽々往復新幹線プランをご用意しました。詳細はメインスタンド前広場 JTB アウェイツアーブースへお問い合わせください。皆さんのご参加をお待ちしております。続いて6月4日土曜日に開催します講演会会員限定イベントのご紹介です。こちらです。ドン。講演会サンクステーを開催いたします。例年講演会の会員限定イベントといえばファン感謝デーですが、今シーズンはリーグ戦が過密日程で行われるため選手のコンディション等を考慮して見送らさせていただきます。そこでいつも温かく応援していただいている講演会の会員の皆様に選手と出会える場所を作りたいとの思いで、今年は講演会会員限定イベントとして本日神戸戦の試合後に行うOB ドリームマッチ高野祭と6月4日に講演会サンクスデーを開催します。講演会サンクスデーでは川崎フロンターレ全29選手と監督の合計30名が参加しサイン&握手会を行います。会場は今年4月に川崎フロンターレの寄付によってグラウンドの人工芝化と LED 照明の設置が行われた轟第一サッカー場です。この講演会サンクスデーに参加するには事前にサイン&握手をしたい選手を選んでいただき当選された方が参加できます。大人気の選手は抽選となりますのでご了承ください。そして一時申し込みの締め切りは明日5月15日です。まだ申し込みをしていない方はぜひ講演会マイページからお申し込みください。そしてもしまだ講演会に入っていない方がいましたらぜひこの機会にご入会いただき講演会サンクスデーにもお申し込みください。以上、6月4日に開催します講演会会員限定イベント講演会サンクスデーのお知らせでした。続きましてアメリカンフットボールチーム富士通フロンティアーズからのお知らせです。富士通フロンティアーズは川崎スポーツパートナーとして地域貢献にも積極的に取り組んでいる富士通グループのアメリカンフットボールチームです。富士通フロンティアーズは明日富士通スタジアム川崎で第38回パールボールトーナメント予選 A ブロックの第2試合を行います。対戦相手はリクシルティアーズ。キックオフは14時です。現在メインスタンド前広場富士通フロンティアーズ。1997年、そして今年また熱く
そこ狙い目だぞ。ノイちゃんとかね。最後一回もう後ろからあって戻って超疲れた。だからもう無理やり振った。Thank you.
仲良さと。Oh!
Thank you.
無理無理無理。選手来て来て、いいぞ。スカパ。僕の家にはテレビがありません。そしてアンテナも立てられません。だけど J リーグが見たいんです。手軽に試合を楽しみたい僕は一体どうすればいいんだ。先輩、私普通に超見れるんですけど。本当だ。 J リーグオンデマンドで今すぐ検索。見れた。